ガジェタッチ。ゆずきひろみの iPad 仕事術。はい、ボリューム9、9回目でございます。9回目でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ですね、2回ほど前に、スプリットビューというね、iPad を使う上で、基本的にね覚えておいた方がいい、動作っていうものをご紹介したんですけど、結構そういう初歩的なところを、しっかり説明してくれるのはありがたいというご意見をねいただきましたね。いただきましたので、今日はもう本当に本当のメインのところでホーム画面の便利な使い方というのをご紹介しようと思います。もう本当に初級編、でもこういうのね、便利に使うことで本当に iPad がだいぶ使いやすくなるっていうのがあるからね。本当に変わるので、じゃあそれ早速いってみましょうか。見ていきたいと思います、じゃあちょっとホーム画面を見てみましょう。こちら私が使っているホーム画面なんですけど、これね、今これがトップの画面なんですよ、で一回消して立ち上げると、これが入ってくるところなんですけど、これを、手を使ってですねちょっとこうスライドすると、今ここになんか出てきますね、こういうのが出てきますね、で、これがウィジェットと呼ばれるもので、iPhone を使ってる方は、画面をねホーム画面に一番最初に置いたアイコンからちょっと右にずらすと、同じようなウィジェットの画面が出てくると思うんですよ、でこれが、自分のアクセスするアプリの機能にすぐ、使うアクセスできたりとかっていうことができる便利なものなんですけれども、実はこれホーム画面の中に埋め込むことができます。iPadOS になってからできるようになったんですね。そうなんです、でそれがどういうことかというと、ちょっと設定から入るので設定に入りたいと思いますと、左側を送っていくと、ホーム画面とドックというのがあります。一般コントロールセンター画面表示と明るさ、その下ですね、でこれを押すと、右側にホーム画面の、2つ表示が出てるよね、で左側が多く右側が大きく日本語にするとすごく分かりやすく分かりにくい、にくくなるんですけど、言い方はもっとなかったのか、ウィジェットを1画面に埋め込むためには多くっていうところを選びます。多く、でこれでホーム画面に戻ってみるね、じゃん、ですると今右側になんかキュッて、アプリがちょっとちっちゃく埋まりましたよね。このぐらいのさアプリのさ感覚の方がいいような気がするね。そうで今左側が不思議に開いてるじゃない。でここにウィジェットが入るんですよ、でこれ出てこないときは、右にちょっとね上から下にかスライドするとこれが出てくるようになります。さっきのね横からスライドした時に出たものが今出てると、でここにウィジェットを埋め込むことができると、でこれがどうして便利かと言いますと、パソコンを使っている時に、デスクトップ上でいろんなことを操作したりとかするじゃない、でそれと似たようなことがこのウィジェットを埋め込むことによってできるようになるとこういうことなんですよ、でこのウィジェットにどんなものを入れておくと良いのかというのをじゃあちょっと見ていきたいんですけれども、今私がですね入れてるのが、一番がショートカットで、それからその次はシリからの提案、あとバッテリーとか書いてあるんですけど、最初に設定すると出てくるものはデフォルトね、デフォルトの数字が出てくるんですよ、でニュースが配信されていたりとか、カレンダーが出てきたりするんですけど、まずこのウィジェットをどうやって使うかってところなんですが、これねずっと下にニョーンと計算機はあったね、いろいろあるね、振っていくと一番下に編集っていうちっちゃいボタンがある。これを押すと、こういう画面に移動します。この画面に行くと自分が持っているアプリの中で、ウィジェットに追加できるアプリが表示される、でこれねちょっとこうやっていくと、これ今ね私がよく使う項目に入れてるものなんですよ。これ今がウィジェットに入ってるものが一応上に来てるのね。でこの赤になってるのは、ここから取り出すっていうことでこのマイナスになってるんですけど、今この下のねプラスになってるところはウィジェットを追加となっていて、自分がインストールしたアプリの中からウィジェット機能を持つものがここに一覧表示されてます。でこれね実はね探しにくいんだよね、ウィジェット機能のあるアプリって。でアップストアの中でもウィジェットだけに特化して検索するみたいなことができない。できないね。なので実は入れてみないとわからないっていうところがあるんですよ。新しいアプリ入れたらウィジェットをちょっと追加できるかどうかチェックしてみてほしいんですけど、結構意外とね対応してるの多かったりするんだよね。そうそうそう、で例えば今ここにポッドキャストとか、これも純正の、ニュースとかあるので、じゃあこのニュースとポッドキャストを今追加しました。で今私がポンポンって置いたところはどこに行ったのかというと、このよく使う項目の中に入りました。今下のところね、一番下のところね、でここの、
よく使う項目の中に入っているものは表示の順番を変えることができます、うん、はい、長押しするとにょーん、一番上までいった、はい、こんな感じで動かせます、うん、おあ、これピン固定されましたね。一番上に動かないように固定することもできる、うん、はい、じゃあニュースにょー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 、はい、これも固定しましょう、はい、はい、でこうするとどうなるかと言いますと、じゃーん、じゃーん、お、出てきた、はい、今ポッドキャスト読み込み中ですねこれ、うん、なんかね四角だけ出ちゃったね、うん、まあアートワークが出てくると思うんですけど、うん、ニュース純正のアプリなんですけど、うん、何かアプリをニュースアプリを入れてなくても自動的に話題になっている、ニュースとか朝日新聞とか産経新聞とか毎日新聞とか、うん、CNN とかのニュースを自動的に配信してくれると、うん、これさ、うん、iPhone の中にニュースアプリ実は日本はねないんだ、ないんだよね、iPad ないんですよ。そうそうそう、なのにウィジェットには、ね、ニュースがある、ある。これちょっと不思議なんですよね。でしかもそのいわゆる、ね、メジャーどころの新聞社の配信がされてるから、うん、見れるって、ね、これなんかよくわかんないんだけど、まあそういうのがあるんですね。そうなんですよ。で、うん、ウィジェットはどういうものかと言いますと、まあ、今一番上にあるニュースをちょっとタップしてみるとこんな感じで、まあ、ニュースに直接飛べる、うん、ということなんですね。普通にサファリが開くんだね。そうです、ね、うん、なのであのそのニュースの記事にすぐ飛ぶことができるので、うん、まあ、何かしら受動的にあの、うん、ニュースを見たいっていう人はここに入れておくといいと思います、まあ、そうだね、ずっとここが更新されていけば、まあ、パッと iPad 見た時に今話題になってるニュースとかね、はい、まあ、そういうのが分かるっていうことはね。ただしね、私は実はこのニュースは外してて、うん、というのも前回にもお話しした、前々回ぐらいかなお話ししたんですけど、うんうん、iPad は自分の本当アウトプットに集中したいというのがあるので、そう、ね、そう、あの通知も全部切ってるんですよ、 Facebook とかのね、うんうん、でここでニュース見ちゃうとね、ニュース見に行っちゃうんだよね。あ、誘惑に負けちゃうんだよね。まあ、気になるニュースがあったら見ちゃうんだよね。そう、確かなんか五輪は延期なるのかなみたいなこと、ということ気になっちゃったら気になって見に行っちゃって、うん、で一個のニュースだけじゃやっぱり足りないから検索したりとかしちゃうんですよ、まあ、そこでまた気になるとこのニュースはこうなのかなみたいな、ね、そうなんです。だから、うん、まあ、私はそれは入れておりません。あ、はい、なるほど、まあ、これは人それぞれね、人それぞれですが、うん、で中でこのウィジェットでいろいろねおすすめしたいところがあるんですけれども、うん、私が今日ウィジェットに一番入れておくといいよと思ってるアプリがありまして、それがこれです、うん、電卓プロ。電卓プロ、はい、プロだ、プロです、うん、これですね、電卓プロ、関数電卓と単位計算機というのがあるんですけど、実は iPad、 iPad プロには現時点では純正の電卓アプリが入ってないんですよ。なぜかわからないけど、で、まあ、電卓のアプリをいろいろインストールして使うわけなんですけれども、この電卓プロはウィジェットの中に電卓を埋め込むことができるので、ここのね、今左に出てるじゃない165、はい、これこの中で計算できるのよ。あ、いいね。そう、電卓他のアプリをバンって開かなくてもこのウィジェット上で、はい、おっていうことができるわけです、うん、ちなみにこの、うん、電卓プロなんですけれども、うん、スプリットビューにしてこの電卓を使うこともできます。お、なのでまあ適当にね、あ、すごい数だね、なんか適当に入れる、うん、でこれをコピーする、そして右側にペーストする、あ、はい、これ便利だねというようなことができます、うんうんうん、で、これをスライドすると関数の計算もできるようになっていると。すげえ、俺分かんないけど、私もあの正直分かんないんですけど、まあこういう形で電卓としてもすごく便利なんだけれども、うん、このウィジェットの中に入れておけるので、まあ、なんかちょっと計算したいときにここにあると便利と、ちょっとした計算あるからね、はい、うん、に便利です。ほらほらほら、はい、でそれ以外にも、私がですねいくつか便利に使っているもので言うと、まあ天気ね、あ、天気、ね、天気、これお天気とかは、まあ、上の方に表示させておくと便利かも。まああれだね、あの家の天気、家の近くの天気をね表示させておけばいいもんね、はいはい、天気もねこんな形で、今 iPad がある場所の、うん、温度とか降水確率とかを見せてくれる。これはねなんか普通にそのまんま表示させとけばなんかね、うん、毎日家でポッ、あのパッて iPad 見ればね、はい、天気がわかる、はい、いいんじゃないですか。で今ここにあるねショートカットっていうのがあるんですけど、うん、ちょっとショートカットは内容が複雑なのでここだけはなんかまた別の回で、別の回で、ね、はい、ショートカットはね使うと便利なんで、ね、め
ちゃくちゃ便利なんですよ。でもちょっとがっつりやんないとダメだね。コツがね、あるプログラミング的な考え方が必要になるので、うん、これじゃまた別で、はい、別にしておきます、はい、でこの下に Siri からの提案アップっていうのがあるんですけど、うん、これは、自分がですね何回か使ってるアプリとかよく使うアプリに対して、まあ、Siri がおすすめしてくれているということです、うん、なので、まあ、左側によく使うアプリが出てくるみたいなイメージなんですけれども、うんうんうん、基本的にはよく使うアプリはドックの中に入れておいた方がアクセスしやすいので、うん、ドックの方もしっかりチェックしていこうと、うん、はい、じゃあちょっと今度ホーム画面のドックの方を見ていきたいと思います。はい、はいはい、まずドックなんですけど、うん、ドックはですね今下にこうアプリ並んでますよね、うん、で私は一番左写真にして次ファイルとかにしてるんですけど、うん、ここね、まず右から3つ目のところに細く線が入ってるの見えますか、うん、はいはい、はい、ありますね、この線が入ってるところから右側は今自分が立ち上げてるアプリ、うん、でこれはドックの中に入ってるものではないです、うんうんうん、iPad が判断をして今これが立ち上がってますよっていうことで右側に3つ並べてくれてる、うん、だから今使ってるアプリとして生きてるものっていうことですね、うんうん、でこの左側にあるものに関しては自分がよく使うアプリとしてこのドックの中に埋めてるものです、うんうん、でこれね外し方と入れ方はよ、はい、ポン、うん、こんな感じでポン、ドラッグすると、はい、ドラッグ&ドロップするとどん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 ホーム画面にどんどんホーム画面がキュッとしてき、うん、ますけど、ドックがちっちゃくなってきましたね。ちっちゃくなってきましたね、うん、あ、もう長くなっちゃうね、はい、あ、はい、こんな感じでね、はい、周りになっちゃいました。これ全部いきましょうか。ああ、どうなるんですか。実はドックはゼロにできると。おお、本当だ。ドックゼロにできるんだね。はい、へえ。で、実はドックは全部ゼロにできるんですけど、ここの3つのところだけは基本的には消せないです。うん。はい。これでも消せるかな。あれ消せるかも。は。あ、ドックゼロにできるね。ドック完全にゼロになったね。はい。ドックゼロにできました。え、ただドックゼロになってもこの白い枠だけは残るから、ね、残るんだね。あんまり意味ないね。じゃあ、ね、はい、やっぱそんなあった方がいいね。あった方がいいです、ね、今ね試しに3つぐらいアプリを立ち上げてみました、うん、でこの状態でも、線が入ってるところと3つ立ち上がってるのがあると、うんうん、はい、はい、こんな感じでドックの中身を入れ直していきます。これ、左側に入るアプリは全部で13個、うん、13個、はい、入ると、入ります。はい、もう入らなくなりました。あ、入らなかった、はい、で今入らなくなるとこんな感じでですねフォルダを作ることを提案されます、勝手に、うん、で、こうやって入れていくとドックの中に無限にアプリが、あ、そういうことだね。はい、入れられるようになるけど、まあ一応そのまんま普通の状態で置けるのは13個まで。13個までです。うーん、はい、13個入りました。これ13個だね、はい、うん、でアプリは下に13個入れられるんですけど、この時のアプリ何を選ぶかっていうと、うん、スプリットビューでよく使いたいものをとにかくここに入れておけばいい、うん、例えばね、紹介したアイデアグリッド、うん、でスプリットビューにする時にはこう下にドックがあるじゃないですか、うん、でここのドックの中から、まあ、欲しいものをねこうやってこんな感じでね、うん、なので、まあ、ここの中に入れておかないと一回立ち上げて戻して入れてみたいな行為が発生してしまうので、うんうん、だから本当によく使うアプリをドックに入れとくっていうのは結構ポイントなんだね。そうなんです。で、うん、よく使う項目はさっきのウィジェットの方にも出てくるんですけど、ドックの中に入れておかないとスプリットビューはめちゃくちゃ使いにくい、うんうん、はい、なのでまあいろいろ厳選して入れておくといいかなと思います、うんうん、私の場合は、まあアイデアグリッドとかあとまあ書くやつですね、うん、主に書くものと、参照するものみたいなのを入れるようにしてます、うん、で結構ねここの選抜は私はこうコロコロ変えてて、あ、変えるんだ、コロコロ変えてますね。で今日はこういう作業をしたい、例えば PDF を見ながら、文字を書きたいっていう時は、うんうんうん、ここに PDF を埋め込んだりとかね、 PDF 用のアクロバットリードを入れたりとかしてます、ね、いわゆる作業によってみたいなの変えるんだね、うん、そうそう、うん、普段はほとんど使わないんだけど、うん、紙の本出版系のね、うん、本をやるときには、うん、PDF でデザインデータが来てそれを見ながらこう文字入れていくんで、そういう作業が発生した時は、まあ、PDF のねアクロバットリーダーとかをこの下の方に入れるようにしてます。はい、で、さっき私がちょっと動かしてる時に皆さん見たかもしれないんですけど、うん、実はですねここ長押しするとアプリって
メニューが出てくる、ね、はい、メニューが出てくるんですよ、うん、でこの出てくるメニューはアプリによって違います。埋め込まれてる内容が違うんで、うん、スラックの場合は、うん、チャンネルの切り替え、うん、あとは DM、 あとは今もう完全に非通知にしたいっていう時の非通知モードをワンタッチでできるっていう機能がついてます。すげえ便利だねそれね、はい、うん、で他にも、例えばラッシュだったら、新規プロジェクトを立ち上げられる、あとは、うん、カメラを起動させてプロジェクトをすぐに始められる。あ、もうここから撮ってね、すぐスタートするみたいな、ね、そうなんですよ。で、ものによっては全く用意されていない場合もあります。あ、なるほど、はい、用意されてないともういわゆるアプリがを消したりとか移動させたりとかって、うん、そういうだけだね。っていうものしか出てこない、うん、はい、結構ね、あの物によって違うので長押ししてみると面白い。フェイスブック何もないね。何もないね何もないね。何もないよね。アップルのマップは現在地とか、うん、マークするとか、あ、もういきなり検索できたりとかする、ね、そうそう、自分の現在地をいきなり送信できる機能がついてたりとか。お、なるほどね、まあ、意外と、ね、便利かもしれないね。そう、共有、それこそね LINE とかでさ、そうで、うん、LINE もこのね、うん、通知の一時停止とかっていうのが入ってて、私ね通知の停止が入ってるアプリをすごく愛している。素晴らしい、いいよね、あのさ、うん、本当にさ今は通知来なくて、もうそれこそさ会議中とかにさ、そう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 、通知いっぱい来たら嫌だからさ、そうなんですよ、そういう時にワンタッチでね、うん、あのそれができるのはいいよね、はい、はい、実はこの長押しで出てくる機能は、うん、iPhone でも長押ししても出てきます、うん、で物によって違う場合はありますが、まあ概ね一緒。iPhone でじゃあ LINE も通知の一時停止があるんだね、うん、一時停止とかがあるんですよ、うん、みんな知ってた、うん、結構便利なんですよ、うん、で特に iPad の場合は、あの私も全部の通知はオフにしてるタイプなんだけど、スラックだけはちょっと通知が見ておきたいなっていうことで、なんか、まあ、仕事のね、うん、そうしてたりするじゃないですか、うん、でそれをねプレゼンするから通知オフにしたいなっていう時に、例えばこうなんか設定に行って、設定から通知を探して通知かなみたいなイライラするじゃん。俺結構やる。で、ね、二度とね通知がオンになる。あ、そう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 。そうなんですよ。だからもうこういうところでもう一時的にね、こう非通知モードみたいにすると、今非通知モードにするのは怖いのでしないけど、非通知モードみたいにできるのは非常に良いと。うん、で純正のメモとかはですね、実は、うん、あの書類をスキャンっていう、ああ、カメラでね撮ってね。そうそう、うん。そういう機能ついてますからね、実はメモアプリにね、まあ、なのであのちょっと長押ししてみると自分が欲しかった機能がもしかしたら隠れてるかもしれないということで、うん、新しいアプリをインストールしたらまず長押しする。長押しする、うん、どんなメニューが隠されてるか分かんないからね。そう、昔携帯で長押しして裏コマンドとか探したりしたなみたいな、ガラケーとかで、ガラケーとかで、そんな時代もあったなみたいな。ということで、まあ、ホーム画面はですね、うん、まあ、こんな形でいろいろと、まあ、いじっていけるわけなんですよ、うん、でまあ、考え方としてはスプリットビューの時の話もしましたけど、うん、何の作業を自分が中心としてやりたいかというのと、うんうんうん、iPad を何のために使いたいかというのを明確にしておく方がいいです。 iPad の使い方としてはそういうことだね。そう、うん、私は主にアウトプットに使ってるので、もう受動的に情報が来るものはオフにしてるんですけど、うん、これを逆に例えばそのアウトプットはデスクにあるパソコンでやってて、うんうんうん、でちょっとお茶とか飲みながらこうゴロゴロしながらのインプットに使いたいなっていう時はニュースのウィジェットをオンにしたりとか、いろいろこう受動的にしてても勝手にニュースが流れ込んでくるような仕様にすることができると思うんですよ、うんうん、アプリによってもしかしたらツイッターとかもね、なんかそこら辺で表示できたりするかもしれない、ね、できるんですよ、うん、なので、まあ、ちょっとウィジェットと通知の通知の形、それからホーム画面、うん、ドック、ここをうまく組み合わせることによって自分ならではの iPad の使い方を見つけてほしい。おー、 iPad ね、だからこうすると本当にカスタマイズできて、はい、自分により最適なね、うん、iPad が作れると。そう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 、でやっぱり iPad ってあの一つの使い方に集中するのが得意なんですよ、うん、何でもかんでも全部これでやろうとするっていうよりは、自分はインプットに使う、アウトプットに使う、生産するみたいなことを、うん、もう自分で何をするっていうのを決めてアプリを絞り込んだ方がいいと思います。非常にためになるお話でございます聞き役の聞き役ですよ。私は聞き役のおじさんですから、ね、はい、ね、要望としては私、うん、このホーム画面 の、 あのウィジェットがなくてもさ、うん、ちょっとキュッとしてほしいよね。そう、あの、うん、アプリとのさ感覚がちょっとさ飽きすぎだよ ね、 飽きすぎなんだよね。なんかちょっと今回ね、例えば今もう一回この画面見せますけど、はい、ね、これ画面ね、この方がスマートよね、うん、綺麗よね、綺麗で、こっち行くとさやっぱさ間空きすぎだよね、広いよね、広いよね、ちょっとこれはなんかもうちょっとせっかく iPadOS になったんだから、
もうちょっとアプリの見せ方があってもいいかななんて思う、ね、あと若干のこう動かない時がある、ね、ああそうね、ちょっとそこら辺が、はい、まあ個人的にはねもうちょっとなんとかしてほしいのかな。ちなみに皆さん、まあ、これはご存知だと思いますけれども、次のページにも移動できますからね、おアプリはね、アプリはね、はい、はいはいはい、私はあんまり、アプリを入れているページを増やしたくないんですよ、うん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 、なんかまあ割と厳選してこの中にこう埋め込んでいっちゃうんですけど、1ページ目になるべく入れるみたいな、ね、そうそう、ただあの、うん、フォルダの中に入れるみたいなことも私はあまりしないようにしてて、まあね、フォルダに入れるとあの一動作増えるんだよね。そうで、あとね、うん、フォルダの中に何入れたか分かんなくなるんですよ。かんない、もう俺は分からないのいっぱいある。はい、こんな感じで私はね、うん、1ページ目にこうギュッと入れてます。だからこの方がやっぱ見やすいよね、なんかこのピッチサイズ、うん、そう、その間はいいと思う。そうなんですよ、だからあんまりこうなんかあの左右を行き来しなくていいように作っておいた方が私はいいんじゃないかなと思います、うん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 、でアプリをどこに入れたか見失った時は、うん、この上から下にねちょっと今日シュッと下ろすと、うん、でここで検索ができるようになってますので、うん、上に検索キーワードを入れると、うん、まあ、あのアプリが出てきます。これね iPhone も同じですね。そう、 iPhone も同じで、あの Siri からの提案も出てくるので、まあ、こうやって探すのもいいんですけど、まあ、基本的にはホーム画面ね1個に入れておくといいんじゃないかなと思います、うんうん、まあ、あの皆さんがホーム画面でどういう風に使ってるのかみたいなのはちょっと聞いてみたいなと思います、ね、そうですね、何を入れてるかなんかねこれ、うん、それこそ僕の中では1軍2軍的な感じがあるんですよ。あー、1軍、1ページ目はねやっぱり一番よく使う、はいはいはい、2ページ目はまあちょっとその次くらい、うん、なんかそういうね面白い使い方なんかあればそうなんですよ、ぜひあのコメントとかツイッターでね。であとは、うん、あの iPadOS もすごく日々進化していってるので、またこの後例えば新しい iPad が出た時に、うん、この見せ方とかピッチとかドックとかは変わる可能性があります、うん、まあ、なのでね、その都度それはちょっとお知らせしていきましょう、ね、はい、その都度お知らせしていきたいなとは思いますが、まあ、今日まとめて言えることは自分が何に使うかを考えた上でドックに入れるもの、ウィジェットに入れるものを考えると、まあ、はい、そういうのがいいんじゃないでしょうか。ありがとうございます。というわけで、じゃあまだね、うん、iPad について、疑問とかね、こんなアプリを取り上げてほしいとか、はい、そういうものありましたら、コメントもしくはツイッターをやってますのでお待ちしております、お待ちしております。あとチャンネル登録を、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。高評価もねいただけると本当に励みになりますので、お待ちしております、はい、というわけで、はい、また次回ということで、はい、よろしくお願いします。また見てください。またね、バイバイ。この動画を気に入っていただけた方は、高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。